きチャンネル。よっ。こんにちは。さあ今日は、はい、広島カープです。はい。問題です。問題。広島カープ正式名称は。あ、正式名称は何でしょうですか。はい、広島東洋カープ。ファイナルアンサー。はい。正解です。何の問題ですか。何のために出したんですか。はい、でも一瞬、はい、あれこんな短くてよかったかなって不安になりましたよ。はい、問題です。はい、第2問、はい。広島カープ、はい、現在、はい、重大な問題で、うん、不平不満が溜まっております。うん、その問題何が起きてるでしょう。何が起きてる。はい、え、知りません。じゃあ4択にします。はい、何の問題ですか。A、はい、雑誌社に追われて外勤続出、外出禁止ね。はい、B、うん、マツダスタジアム、うん、回収手続き遅れ、うん、ひょっとしたら開幕間に合わないかも、うん、3、うん、ユニフォームが特殊すぎて、うん、誰が誰かわからない、4、うん、カープ名物飲食店、うん、軒並み休場出店中止問題、うん、さあどれ、はい、よく4つも選択肢パッと思いつきましたね。すごいですね。え、今これそんな話題になってますか。私が見てなかったのか。はい、なってます。カープうどんなくなるんですか。なんか、まあ、それが正解だったら、うん、だから出店中止みたいです。じゃあそれ D です。はい、あれあるよ、あのテレフォンとかある。テレフォンあります、はい、あ、使っていいですか。はい、じゃあ好きな人に電話してください、はい、じゃあちょっと調べるとダメですよ。了解です。電話するだけですよ。じゃあちょっと今電話しますね。はい、出ないの。はい、どうも。あ、来た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 、はい、もしもし。はいはい、あの今ちょっとあの問題出されてるんだけど、はい、あの答えていただいてもいいですか。はいはい、あの今広島東洋カープが、はいはい、ちょっとこう不平不満が溜まってます。ほうほう、どれですか答え。1、週刊誌にあれ、うんうん、で、あ、わかりました。こんな感じです、ね、はい、そして週刊誌ですよ。週刊誌、はい、非常にピンチですよ。ありがとう。はい、わかりました。わかったですか、うん、それ信用度の高い人に電話したんでしょうね。いや、私はもう絶大な信頼を置いてる方に今電話したんで、はい、はい、大丈夫です。じゃあどれですか。 A でお願いします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。いや、確かにそのなんか電話した人が言ってた名前、いや去年だったよな。まだなんか続報出たのかなみたいな。残念。残念。セカンドチャンス行きます。もういい、セカンドチャンス。もう脱落だよ、もう脱落だよこれで。いいですか。もう私はカープから脱落だよ。いや、セカンドチャンスいいですよ。セカンドチャンスいい、はい、セカンドチャンス、はい、あとアイテム何やります。はい、あと、うん、あオーディエンス、オーディエンス、オーディエンス、はい、オーディエンスお願いします、はい、じゃあ A だと思う人、 B だと思う人、 C だと思う人、 D だと思う人。おー、 100% で C、はい、でも私的にユニフォームが特殊で、特殊でも誰だか分かんないってことあります。はい、騙されないでくださいね。いや、でも分かった。でも私はあのやっぱり生きていく上で、うん、信頼って本当に大事にしてるんですよ。もうあのテレフォンで裏切られてますけど。いや、でもあれは彼が、しかもテレフォンのやつが、はい、あの意見変えて、はい、違うところで手を挙げましたけどね。いや、でも彼間違えたって分かったから。いや、でも私は信頼が大事なので、はい、もうそれはもうみんなを信じます。そうですか、うん、一番最初の意見じゃなくていいんですか。自分で考えた D?
でいい？いいんです、うん、私はもう人を信じるので、はいはい、私はもうみんな青空くん、そしてコロッケくん、先生を信じてるので、うん、C のユニフォームが特殊で誰だから何笑ってるんですか？何笑ってるんですか？ポイント論争 C でいいんですか？はい、ユニフォームが特殊すぎて、はい、誰が誰かわからないでいいですか？ポイント論争正解正解です。そんな、え、ちょっと新しいユニフォーム見ていいですか？はい、あの新しいユニフォームが真っ赤で、うん、背番号も名前も真っ赤で、うん、もう遠くから見たら単色化されて、うん、誰が誰か分かんないらしくて、え、本当？でも俺は綺麗だと思うけどね。まあ誰が誰か見にくいなっていうのはあるけど、はい、俺はなんかデザイン性はいいかなって思うんだけどね。え、そんな今意見が出てるんですか？そう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 。あ、本当だ。普通に誰だ誰か分かんない。カープ新ユニに不評続出って、あ、ニュースなってますね。なんで、知らなかった。あ、確かに文字の色がね、白とかだったら分かりやすいかもしれないですけど、これ、まあ、かっこよさはありますね。正解です。みんなありがとう。え、みんなこれ間違えようと思ったわけではなくて、本当に本当に広島です。はい、広島のね、崖っぷち選手は、うん、まずトップバッター、はい、長崎投手です。はい、え、長崎投手、はい、30歳、今年31歳になりますけど。そんな危ういですか？いや、昨年もいい感じで良かったんだけど、うん、そうですよ、まあ、途中からまたパンパン打たれるようになっちゃって、うん、だからこの今もう場所をつかむには正念場だね、はい、これもう一軍の居場所っていうところはもう本当にちょっともう名前だけで抑えられなくなってきた、うん、もちろんね、あの3連覇した時はすごかったよ、防御率1点台でね、うんうん、はい、でもここでもうちょっと防御率を抑えていかないと、はい、2019年から 4.08、9.00、13.50、6.46 だからちょっと防御率がね、本当だ、悪すぎるから、うん、ここでちょっと信頼をもう一回結果として勝ち取らないと、うん、年齢的にももう一軍に行ったり来たりしちゃうような感じになってくるから、うん、勝負だね。そうか、20年、21年ってあんまり登板してないんですね。そうそう、まあ、怪我もあったからね、うんうん、そっかそっか。いや、でもまだちょっと頑張ってほしいのでね。そうそう、年齢的にもあれだけど、うん、今このキロだからね、はい、一軍の居場所か行ったり来たりかっていうね。今年ダメだとちょっとこう落ちていく一方になる可能性が、可能性も他に若いのにね取られちゃうっていうところもあるからね、うん、続いてが、はい、大道投手です。3年目です。はい、はい、まだ3年目ですよ。そうそう、1年目はねリリーフで24試合、はい、でまあ先発7、うん、で昨年が、先発3、こう先発に転向してね、うん、あんまり結果が思わしくない、ね、はい、まあそのこれっていうのない、うんうん、俺の見立てでは球がないのよ、はい、どれも安定的、うん、どれも平均的、うん、でもこれっていう、だからこれっていう武器を見つけるか、はい、もう思い切ってリリーフかが俺はいいような気がするけども、うん、はい、まあそこがどうなのかねっていうね、うーん、ところだね。3試合で0勝1敗か、そうそうそう、6.755 よりつ、うん、うん、だからどっちかパチッね、うん、はまりたいなっていうところはね、はい、あるけどね、はい、で続いてが玉村投手です。おお、もうなんかみんなやっぱ去年慣れてるなっていうね感じです。まあ、玉村投手はね、うん、昨年も挙げて、いや玉村は崖っぷちじゃないでしょうみたいな感じでカープファンの皆さんから言われましたけども、うん、でもまあね、去年森、はい、黒原、うん、森投手と桑原投手左入ってきて、はい、で今年もね、うん、まあ、1位は高校生だったけども、うん、増田、川野、長谷部っていうところのね、はい、ピッチャーも入ってきたから、うんうん、まあまあ頑張んないとね、うん、チャンスは去年大いにあったけどね。去年9試合投げて先発も8試合してますね。そうそう、2勝2敗ね、うん、防御率 3.92、はい、もうちょっと、まあでも若いからね、うんうん、1本立ちする可能性もあるけどね、うん、ここら辺で今年バシッといきたいね、はい、もうバシッといければもうね、自分の居場所っていうか覚悟が作れるからね。はい、21歳だまだ。そう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 、はい、若いんだよ、うん、だからもうピーってこうな、来そうだ、こう来そうで来ないみたいな、はい、来そうで来ない玉村よ、うん、でも来たらグッといけるから、はい、この来そうで来ないから、うん、来るにいけるかどうかのこのほら、そうじゃないとライバル激震だからね、うん、その中でまた揉まれちゃうからね。今年ちょっと来なかったらちょっと危うくなってくるんですか？もうだからもう来そうで来ないになっちゃうから、うん、だって玉村が来ないってことは他のやつが来てるから、そしたらポジションいっぱいあるわけじゃないから、うん、そしたらこう2番手3番手になってくるじゃん、うんうん、まだまだ今は1番手層にいると思うんだよ、若手の中で、うんうん、だからそこら辺でグッていきたいね、うんうん、今年こそね、はい、うん、続いては、はい、堂林ですね、野手。わー、
堂林選手か。いいところでね打ったりするんだけどね。あれすごいあのいい活躍したのと一昨年でしたっけ。そう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 。2020年。でも20か、うん、あれ。2割7分くりね、うん、あの鈴木誠也に弟子入りしてね。あそうだそうだ。でその次の年が1割9分、はい、で昨年が2割4分3厘、うん、でホームラン8本だからいいところで打ったりするんだけど、うんうん、でもポジションがないのよもう、はい、うん、外野は西川秋山野間、うん、だからそこに右っていうところでじゃあ末金とか、うん、中村とか、うん、まあ確かにいい人若い勝負だ ね右とかでサードがねうん、あの外国人のデイビッドソン、はい、取ってきたから、うん、でショートが琴野、うん、セカンド菊池、はい、でファーストがマクブルーム、うん、だからもうポジションがないんだよ、うん、どんどん、はい、だからそういったところではこれ生き残りをかけた勝負だね、うん、レギュラーとしてのポジションがないとベンチにずっといると急にチーム事情に2軍行けとか言われるからね、うん、能力があるに関わらずね、うんうん、でそれと同じように崖っぷちが中村翔征、え中村翔征選手もそう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 、お同じ立ち位置だから、まあまあそっか、でも年齢がちょっと、若いのかな堂林選手より今年24ね、あちょっとだいぶ若いですね。そうそうそう、うん、でもよ、うん、もうキャッチャー坂倉で行くんだったら、はい、坂倉、相沢、磯村いたら、うん、もう入っていけないじゃん、まあ、確かに石原とかもいるし、そうですね、で昨年外野は守ってたけど、うん、でなってくると、うん、先ほど言った堂林とか、はい、末金中村、うん、っていうところの右とね、うん、争わなきゃいけなくなるし、うんうん、で内野は外国人のね、うん、デビッドソンとか、はい、いるからね、うん、ちょっとピンチだね。そうですね、それまた一軍の居場所っていうところでね、うんうん、なんかいい若手がカープって結構多いなってイメージありますからね。そうそう、だって今年、うん、俺は一番台風の目って言ってるから、はい、カープは、うん、だからここら辺の選手が厚みが出てきたら、うん、もうかなり選手層厚くなるからね。そうですね、誰かが抜けたところで痛くも痒くもなるから、うん、まあ、ここのこのね野手のこの2人の頑張りっていうところはかなり大事なんだけどね、うん、はい、だからピッチャーもねこの3人の頑張りっていうところが層の厚さを保つためには大事なんだけど、彼ら個人としても頑張んないとね、うん、ちょっと一軍の居場所がなくなっちゃうからね。いい選手が多いだけにこう補強がなくなるかもっていうことですね。で補強もしてね、秋山も入ってきて外国人も来たらね、うん、どんどんなくなっていくから、はい、そういった意味ではこのキャンプオープン戦、うん、開幕に向けて、うん、ちょっと自分の居場所を確保しないとね、うん、ちょっとこのラインが厳しくなっちゃいますよっていうね、ところだね。そうですか、うん、はい、まあね、今日の話で言うとね、うん、あのクイズが長くなりましたけどね、はい、楽しみましたか。あの袴田スコープいいんですか。あ袴田スコープ、そうです、あるんですよ。あるの、はい、もう袴田さん一番最初時間使ったからもうないのかと思っていやいや、あのバッサリ言っといてくださいダメダメ、面白いから、はい、はい、大丈夫ですか。袴田スコープ、はい、1人目、はい、遠藤投手、ほう、はい、去年、うん、まあ、すごいまだ23歳ぐらいで若いんですけど、うんうん、去年いい感じで出てきて、うん、ただ、何勝何敗だったかな、4勝7敗、うん、で、まあ、ちょっと借金作ってるんですけど、うん、でもすごくまた今年ローテーション入っていい感じで来るんじゃないかなと思ってるので。いいよ今年、キャンプも良かったもん。あ、本当ですか、うんうん、だからいい感じ、まあ、中村がもし10勝したらやばいよカープは。そうですね、遠藤、あ、遠藤ね、遠藤の投手、うん、そうですね、うん、で床田投手もいて、そう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 、そうですね、うん、あとね、あの遠藤投手なんか顔がすごい応援したくなっちゃうような可愛い顔なんですよ。好きな顔なの。タイプとかそういうんじゃないんですなんか応援したくなっちゃう可愛い顔なんです、わかります。いや、好きなとかタイプじゃない応援したくなる顔わかんない。え、わかんないですか、うん、なんかポーってしてて、うん、あの、あ、なんか頑張ってと思っちゃう顔してる。あ、ネズミ先輩ポーってポッポッポッポーみたいな、うん、違う、ポッポッポッポー違うなんだろう、なんかここぷくってしてて、うん、あの、なんか なんだろうな、なあの、ちょっとこう不安な顔とかするのがちょっと、うん、なんか頑張って。いや、俺もぷくっとしてますけど、まあ、確かにぷくっとしてますよね、うんうん、ちょっと違うんですあともう一人、うん、二俣くん、うん、二俣翔一くん、うん、あの静岡じゃないよね。静岡ですよくわかりましたね。はい、だって二股って静岡多いもんね。いや、そんな多くない気がします。そうだ、私あんまり知り合いとかいないんですけど。いないの、うん、二股川ってあるじゃん。二股川ってありましたっけ。いや、知らんすごい適当に言うじゃないですかまあ、あるかもしれないけど、あの、私ドラフトの時に、うん、
二俣くん、あの 岩田だったかな、うん、あのぜひどっか入ってほしいなって言ったら、カープがキャッチャーなんですけど、うん、あの育成で取って、うん、で去年支配下になって、うん、でまあキャッチャーじゃ多分、まあ、カープキャッチャーっているじゃないですか、うんうん、今サードとかでも練習してるらしいんですけど、うんうん、とにかく今年は一軍で活躍とかまだそういうところではないと思うんですけど、うんうん、一軍のデビューに向かってこうなんか成長していってほしいなという、まあ、個人的応援です、うん、はい。皆さんだから二俣くんちょっと覚えてください。二俣翔一ね。そう、翔一くん、うん、翔一、はい、というところです。99番はいね。そうで、育成から支配下になって99番だったんで、うん、頑張ってほしい、頑張ってほしいので、はい、はい。